皆さんこんにちは、初級編レポーターのピカティです。春の朝といえば新緑と花の季節、そう、深山霧島とスズランとバラ、そう、阿蘇の新緑と綺麗な花々の魅力を皆さんにお伝えしようと思います。それでは行ってみましょう。はい、ここは波のスズラン自生地です。毎年5月中旬頃に名前の通りスズランが咲き誇ります。今日はその主役、スズランの楽しみ方を皆さんにお伝えしようと思います。スズランの見方は実はしゃがむことなんです。しゃがんでじっと緑を見ていると小さな白い花が見えてきます。それがこのスズランなんですよ。阿蘇の深山霧島といえばやっぱり潜水鏡が有名ですよね。毎年多くの深山霧島が一面見事にピンク色に染まりますけれども、実はここは阿蘇山頂なんです。潜水鏡の花が見ごろを終えた頃、実はこの阿蘇山頂の深山霧島が見ごろを迎えるんですよ。ここは渋滞もなくとってもゆっくりできる穴場なんです。もちろん花々と阿蘇の河口、草千里見学もお楽しみください。さてもう一つ、春の朝の楽しみ方はこちら、内の巻温泉街の花遊びのバラ園です。春のバラは一斉に開花するため、秋とはまた違った表情を見せてくれるので、たっぷり楽しんでください。このバラ園では温室やドヤ街両方の散策を楽しむことができます。でもそれだけではないです。施設内には農村バイキングのレストランやバラの購入をすることができますので、たっぷり楽しんでください。それでは皆さん、最後に春の朝の花の楽しみ方を3つまたポイントをご紹介します。その1、花は心にゆとりを持って見ることが大切です。時間にゆとりを持った計画で遊びに来てください。その2、来年も綺麗な花が咲くように決められた場所以外での立ち入りをしないようにお願いします。皆さんのご協力があって朝の花は元気にまた来年も咲いてくれます。第3つ目、花の開花状況はホームページからでも確認できます。事前にホームページでチェックして来てください。それでは皆さん、春の朝の花をお楽しみください。お待ちしております。